The Essentials 英語長文必修英文100すげえ本出てきたなと思ったので、統計目指す人、何か国立目指す人にトイックにもよく出てくるかっていうね、ここで教えてきた知識いっぱい載ってた、びっくりするぐらい載ってた。はい、始まりました、マチャチャンネル。さあ今回はですね、珍しくね、はい、参考書紹介やっていきたいと思います。関正雄の The Essentials 英語長文必修英文100というのをやっていきたいと思いますね。まあ珍しいですよね、僕は参考書を取り上げるっていうのは。うちのねチャンネルでねよく言うんですけど、参考書紹介してもやんなきゃ見ないからねってやつね。参考書マニアになっちゃダメですかね。マニアになるんじゃなくて、ちゃんとやって成果を出しましょうっていうんですけど、いやこれね面白かったたんですよ。今世界一わかるし英文読解の特別講座を使って教えることとかもあったんですけど、ああ今度からこれにしようっていう風に思ったんで、ちょっと進化系というか、まああれ2011年ぐらいの本だったと思うんですけど、10年経ってすげえ本出てきたなと思ったので、いや面白いですよ。長文なんですよ、見ると解釈の本かなと思うんですね。短いからね英文が。でそうなんだけど、オリジナルなんですよ英文が。そう、英文がオリジナルなので、その短い文で意味が成立してる。そうだから、あの英文読解の特別講義って、あのいろんな入試問題の一部がこう切り抜かれてるんですけど、これは切り抜かれたものじゃなくて、そこだけで成立するように作られたオリジナル英文なんで、入試ではこう出たってやつは違いますけどね、そういうのが入ってるんですけど、すげえなって思った。全部オリジナルでこんなめっちゃよく出る構文とか表現いっぱい入れて作れんだなってって思って、レベル感としてはレベル高いですよ。だから総計クラスとか総計目指す人、何か国立目指す人におすすめかなって思いますね。だから文法ちゃんと終わってないとダメです。解釈も何かしらやっといた方が絶対です。その上でこれ本当に長文のためのって書いてるんですか、英作文とかじゃないですよ、ね、この基本例文100みたいなのってさ、英作文のものかなって思うじゃないですか普通はね。でもこれは違います。でね、新しい傾向に対応っていうのね、よくわかるんですよ。これがね、はいはいって感じで、5章を見ればわかるんですよ、これね。第5章を見れば、いかにトイックにもよく出てくるかっていうね、トイックにも出てくる構文がね、出てるかわかるんですよ。で、ここにも書いてあるんですね。まあ、5章、チャプター5ですけど、本書の著者は2人ともトイックテスト990点満点を取得して、対策本も数多く出版しています。なぜトイックの話をするのかというと、共通テストの出る広告文、日程表などや、早稲田、慶応、筆頭に出題されるビジネス英語的な内容、トイックテストに出るものと重なる部分が多いからです。そうなんです。で、それに対して著者2人はそういった新しい出題にすでに完璧な対策とノウハウを持っています。そうなんですよ。これがね、まあ自分自身も総計クラス、河合でね、長いことやってましたけど、出る時があって、で、トイックの知識を見せると、わーってなるんですね。はぁ、そうだったの知らなかったみたいになるんですね。で、共通する部分いっぱいあるんですよ、トイックと入試ってね。でもお互いがトイックの場で、僕がね、大学入試の知識見せると、そうなのみたいになる。で、同じようにトイックの知識を入試の場で見せると、そうなのってなるんですけど、このトイック側の知識ボーンと入ってます。はい。入試と被るところね。だから、チャプター5見ると、トイック好きの皆さんもですね、そうそうってなるのがいっぱいあります。あ、これ1日で読み終わりましたからね。1日とかもう何時間かで、はい、全部やりました。そして、もうこの夏、私1週間総計クラスやってきたんですよ。90分。5日間あったんで。で、そこで、教材、まあ、読解の教材があったんですけど、全然、総計よりも簡単なんですね。その指定されてた教材は。でも、当然、総計レベルなんで、もっと高いことを教えなきゃいけないんで、そこで教えてきた知識、いっぱい載ってた。びっくりするぐらい載ってた。わおって思ったよ。私がやってきた1週間、たくさん載ってる、ここにって思って。やっぱり分かってるんですよ、関先生は。何が出題されるか、めっちゃ折り目ついてる、俺。大事じゃん、これ、みたいなのに。めちゃめちゃ折り目ついてる。そう、これ大事とか、なるほどって思ったとこ、すげえ折り目いっぱいついてるけど、ぜひね、あの授業出てた方ね、高校での授業ですけど、出てた方、これ買ってね、僕のノートと見比べてみてください。すげえ被るやんっていうね。っていうね、先生これ読んでからやったんですかと思うかもしれないぐらい被ってますよ。あ、僕はあのちなみに一切ノートとかないので授業するときに全部頭の中から出すんです。だから過去問をやってる、総計の過去問をやってるっていうのがすぐわかる。はい、これを大事とみなしてるのが、もう山ほど出てきたんで、いや、面白いぐらいに出てきてびっくりした。そうなのみたいなね。もうだって、チャプター1の3番目から、オンダ・コントラリーだもんね。これ、オンダ・コントラリーの話とか、めっちゃしたもんだよね。板書して。まあ、面白いんですよね。で、あと、ね、補足情報みたいなのがすごい面白くて、結構こういうパターンでもありますよっていうのね。もちろん、公文は取られてますよ。公文は取ってあるんですけど、それだけじゃなくて、他にこういうパターンありますよっていうのが、こう、並んでるのたくさんね。
なんでそれを実際活用してほしくて、メスとかね、これもめっちゃ話したわ。そこがあってで、まあ当然なんですけど、まあ、スペースがね限りがあるんで、これこれね小さい本なんで、だからぜひとも自分で辞書を引いてね、その言い換え表現、こういう表現がありますよっていうのを引いてほしいです。はい。あ、クルーシャル。さっきの授業で教えてた、この例文とか、見てくれたらいいなと思います、ね。あと語法のやつね、セイブの語法とかもそうですね。その辺のやつを辞書を引いて、何かしらまあノートでもいいし足してやるといいんじゃないかなと思います、ね。あ、そうですね。テイクとかコストとかセイブとかまとめられてますんで、で関先生の今までの本をやってきた人たちとか、まあ、スタサプとかね見てきてた人だと、ああなるほどなるほどってね、あのことだなって分かる部分は多分たくさんあると思います。でプラスでこう英文がやっぱりね、おうって感じなんですよ。もうね、うわ、そこみたいなね、かゆいところに手が届くっていうか、で教える内容がもちろんその重要構文のところもそうなんですけど、それだけじゃなくて、そうそうそう、この表現も教えたくなるよねっていうね、ところがいっぱい用意されてます。このエフェクトもやってきた、エフェクトオブ A オン B やった、これも講習でやってきた。でまあそういったその重要構文のところが太字で、はずいぞ踏んだケースウェイズやった、さっき私も今日2クラスやってきてるんで太字になってるんですね。で後ろの別冊の方ではその太字の部分なくなってますんで、だこっちで問題解くこともできるし、そのヒントがない状況でやりたいっていう人はこちらを見てもらえればなと思います。で QR コードついてね、それぞれ音声も聞けるようになってますんで、であとはねポイントっていうのが右上についてて、補足情報があるっていうか、まあ一言コメントみたいなのがあるんで、ここ実は結構、あ、そうそうみたいなね、いうのがあると思いますよ。ああ、はいはいはいみたいな。で、だから実際に出てきた問題ですね、入試で問われたところを使ってオリジナル英文作ってるんですよ。そこがね、やっぱすげえなって思った。これ大変ですから、むちゃくちゃ。いや、よくできてるなって思うし。で、チャプター5はマジでトイックによく出てくる表現とかがずらずらずらって並んでて、そう、トイックではめちゃめちゃ来そうだけど、入試で出てくると超絶難しくなりますからねって僕が河合の授業でよく言ってたやつがスカ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 と並んでいるので、はい、マジでおすすめで、あとはそうね、講習で言って因果関係を表すやつはめっちゃ重要だから、まとめてありますよ、因果関係を表す表現。いや、よくできてると思いますよ。ぜひともね、見てもらえればいいんじゃないかなと思いますね。英文があって、解説あって、構文解析、国の説明もちろんありますけど、それだけじゃなくてポイントだったり様々な補足情報ありますんで、そこをまあしゃぶり尽くしてほしいって感じかな。そしてぜひともね、自分で辞書引いてやってほしいなって思いますね。ちょっと今後いろんなところでこれ使われ出すんじゃないかなと思ってますね。いやー、なんかね、ちょっとやられたっていう感は実はあるんですよ。トイック側と入試側のこう架け橋的な存在として、結構自分だからオリジナリティをそれで出せてたんですよ、両方の場で。だからこっちの教え方、こっちの教え方とか、こっちの教える知識、こっちの教える知識っていうのがあって、それを両方をこうね使いこなせるから、すごくオリジナルっぽく見える。こっちで当たり前のことを言ってるだけ、こっちで当たり前のことを言ってるだけなんで、ね、当たり前のことを言ってるだけなのに、オリジナル的な、すごい滅多にいない唯一無二の講師みたいにね、できたんですけど、まあもう引退してるんで、こちらの本にお譲りいたします。まあまだまだもちろんありますけどね。はい、そういった知識は、ぜひともですね、こちら、お手に取ってみていただければいいんじゃないかなと思います。はい。いや、思ったよりすごかったな。はい。という感じでございます。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.